仕事帰りのクワガタチェックパート3。昨日に引き続き今日もやってまいりました。まだ7時半ですけどね、明るいですね。昨日の日だった。また今日は今日で何か出てるんじゃないかなってやっぱ思っちゃいますよね。ってことで来てみましたよ。でっかいのがいてくれたらいいんですけどね。さてさてどうでしょうか。じゃじゃーん、何かいるかな。今日はいないか。いませんか。お、あ、はい、いつものやつですね。お、結構これ道ができてますね。結構じゃあここ来てますね、やっぱね。おお、樹液がにじんでます。この穴の中いないかな。あら、今日はこいつばっかりですか。この隙間にもいないか。こっちはどうですか。いませんか。あら、今日は何もいない。蜘蛛の巣、蜘蛛の巣がバサッと頭に。あら、います。あ、いたね、いたよ。昨日のクックワかな。いましたね。あ、この内、ここの隙間から見えるのはコオロギですね。あ、でもここはいましたね、今ね。どこ行った。引っ込んだ。平田はいませんか。
いませんね。上はどうかな。いません。雨がね、降るって予報ですからね。その前にちょっと来てみたんですが、今日はコクワがいただけでした。今日はもう帰ります。そういうことです。やっぱね、そばにありますからね。ここも見て行きましょう。ね、よいしょ。また来てみることにしましょう。終わり。マンネリですからね、帰ろうと思ったんですが、シリーズ、ここをねご存知の方は、この国になんで見ないのなんてね、やっぱ思われるでしょうからね、ちょっと見てみましょう。こんな感じですよ。いませんね。
ませんね。はい、ご視聴ありがとうございました。